You're listening to Shibuya Cross FM. ジパングの七色小町、イエーイ、はい、お願いします。メンバー紹介を早速したいと思います。はい、ジパングの末子ちゃん、みーちゃんこと鈴木由美です。よろしくお願いいたします。はい、ジパングの高山真理子です。よろしくお願いします。はい、ジパングのリーダーの田澤奈々です。よろしくお願いします。はい、今日私服そうということで、ね、なんか由美がツイート見てなんかお乳の洋服で来るから、そう、チャイナだ、チャイナワンピ、ワンピなの、そう、しかもチャイナになってた、ちゃんと、うさぎちゃんいるんだ、そう、可愛いでしょ、可愛い、いいじゃん、ね、私たちは着れないね、ちょっとちょっとね、ユミだから許されて、結構ユミなんかレッスンの時もね、うん、あ、そう、変わった服多いよね、そう、俺いちご、あ、違う違う、いちご俺、いちご俺 T シャツとか。褒められて伸びるタイプですとか、そう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 、そういうね、面白い T シャツいつもレッスンで着てるから ね、うん、かなり個性的なパンダが、パンダが好きなんだよね。そう、パンダが好き。パンダじゃないね、そう、うさぎちゃんだった。可愛い、でも可愛い。そう、で、ミュージックビデオよりもね、パンダ登場してるもんね。そう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 、パンダ持ってるもんね。そう、パンダの中華まん、中華まん持っててね、そう、かわいい。みんなね、特徴あるからね、ミュージックビデオ、アニメの。そう、見てほしい、本当に。ついにできて、なんか一人ずつ特徴があって、ね、そう、個性がちゃんと出てる。そう、私はなんか目から炎を出したり、ユミ、うん、はなんか食べ物、うん、はい、なんか爆弾で適当にやっつけてなんか肉まん食べてるみたいな、なんか忍者、こ、忍者さ、爆弾でさ、うん、あれされてるのにさ、もう美味しそうに食べてるっていう感じで、そう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 、嬉しそうな顔してね、夢らしいなと思って、そうらしい、そう、で、まりこちゃんなんかお色気でウィンクして、そうそうそう、ハートを撒き散らして、ね、ハートで忍者をやっつけるみたいな、こうちょっとストーリー性のある、うん、そう、ミュージックビデオになってて、ね、で、それのミュージックビデオで今グッズ、あの、タチジャパンエキスポ、10日後、うん、10日、うん、1週間後、ちょうど1週間ちょっと、10日ぐらいか、10日、うん、10日後にジャパンエキスポっていうタイ、バンコクで開催されるイベントに出演するんですけど、はい、はい、それのね、グッズを今作ってて、ね、ちょっとね、昨日ちょっと見たんだよね、そう、かわいい、かわいい、でね、アニメのミュージックビデオをモチーフにして、うんうん、そう、作ってて、かわいかったね、かわいかった、超かわいい、なんか写真撮ったけど、まだあげれないもんね、どうなんだろう ね、どうなんだろう、でもなんか見本としてでもあげてもいいかもしれない、ね、一眼で限定だからね、かなり限られてるので、そうそう、かなり限られてるんで、 それ見てくる人も ね、いるかもしれないし、早いもの順でなんかゲットしてほしいなって、そう、私たちもメンバーも欲しいって思ってる、欲しい、余んないかな、 ね、また発注してもらおう、作ってもらおう、ね、売り切れたら、はい、メンバーそれぞれにね、なんかキーホルダーもなんですけど、 それぞれにあるし、あとタオルもあるしってことで、はい、またね、アップしたいと思うから、楽しみにね、可愛いから、ね、はい、してほしいなと思います。そう、グッズ本当にね、そう、で、私たち新曲、うん、そう、あの、出来上がって、ね、あ、まだ出来上がってないんですけど、うん、この後、今日レコーディングあって、そう、はい、そう、ちょっとすごいバタバタでね、31日に披露だけど、その前に日本で披露したいって話になったしてるんだけども、間に合うかがちょっとわからないです ね、来週の日曜日、そうで、一応来週で仕上げなきゃいけないので、うん、取り付けをね、うん、みんな一生懸命ハンバーグ一生懸命頑張って、ね、戦を思い出すね、前回の戦もすごいギリギリで、多分すごい4日ぐらいしかなかったんじゃない、そう、うん、そう、4日前ぐらいにレッスン入って、そう、先生ついてたの2日間しかなかった、そうだよね、で、結構長い時間やったんだよね、そう、もうほんと集中力を持たせるのが大変だった、あれは、だってすごい、そんな長時間レッスンってやったことなかったし、うんうん、しかもフリーレ、新しいことを覚えなきゃいけないじゃん、そう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 、もうほんとちょっときつかったな、集中力ってやっぱなかなか上がらないんだよね、最初はね、で、やりすぎても途切れるんだよ、そう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 、だからね、ほんとに
あの覚えるのって大変ね。大変。そうでも今思うと踊り慣れてるとなんか、うん、なんでこんな簡単なダンスをできなかったんだろうってね、こんな時間かかってたんだろうって思うけど、なるなる。そう、その時はもういっぱいいっぱいなんだよね、うん、歌詞も覚えなきゃいけないし、そうね、結構歌詞が難しいから、うん、で今回の新曲は結構現代のことと、はい、昔の戦国のことを混ぜてる新曲になってるので、うん、なんか結構ね今までのジパングを想像してたらちょっと怖いかもしれない、闇です、うんうんうん、ちょっとねジャパンエキスポでびっくりしちゃうかもしれない、離れていかないかなファンが。でも多分好きだと思うよ。だから東京小町って思ってたら全然違うので、ちょっとなんか東京小町からだいぶ離れましたね。そうそうそう、新曲がそうと天と地ぐらい離れてるよ。なんかよりマニアックになったかもね。天使と悪魔みたいな、マニアックっていうかその歌詞がね、うん、まあもともとマニアックなんだけど、歌詞もかなりマニアック、もっとなんかそうだね、結構かっこいいロック系なので、そう、あの好きな方は好きだと思う。そう、激しいのが好きな方でもなんか結構可愛い系のブリブリアイドルが好きな方は苦手かも。そうだね、だから極端にうーんみたいな。そうそう、だから小町系の人はちょっとね。そうだね、ちょっと全然違くて、あのえみたいな。そう、ジパンクの曲で一番好きな曲は忍びっていう人は好きだね。好きかもね、確かに。うん、小町派はちょっとうん、今回はごめんなさいまたに来たよっていう感じなんで、ね、一応10日後だけどね、なんか、はい、もうあれだね、なんか最初の頃に比べてなんかだいぶこう準備してる？した？全然何もしてない。ない、とりあえずねパスポートは探した。探した？そう、忘れ物ないようにね。うん、あと小銭。あー小銭、タイの小銭。そう、あー残ってるね。残ってるやつ探した。なんか最初の時はすごいね、なんか初めてだったし、そう、わかんなかった、ね、準備をね。そう、準備一生懸命して何がいるかとか、1週間前から書き出しとかしてたけど、うん、もうなんかすごい、もう慣れちゃった、旅行する中ですごい慣れちゃった人みたいになっちゃった ね。ギリギリで準備も なんとかなうかなみたいな。そう、前日でいいやって感じ。そう100均とかもあるんだよね。そう、向こうにびっくりだよね。コンビニでもなんかいろいろとシャンプーとかも売ってたから、なんでもあるしね。びっくりした。そうで、前回ね飛行機乗り遅れをしたので、うん、マレーシアは、うん、今回はね絶対帰るぞ。絶対帰る絶対帰る、それは絶対よね。疑問に思ったら必ず言うってこと、それは忘れず、ジパングの約束事、はい、そう、なんか時間おかしいなって思ったら、うん、疑問に思うことがあったら絶対に声に出す。そう、人に頼らないこと、うん、はい、これをね、前回それ反省して、ね、そう、もっとあの自分でちゃんと調べればよかったなってことを思って逆算してね、時間を、はい、そうだから最初の時間で出てればまあ間に合ったんですけどね。そうだね、まあでもそれでもギリギリだけどね。はい、きっとちょっと撮影をしてたから ね海外でね。あの撮影の映像いつ出んのあれまだ出てないじゃん。1年じゃない、半年経ちました、うん、ね、うん、あれはどうなの、あれに乗り遅れたのに ね、あの映像が流れてこないね。そう、絶対使わせないと私怒っちゃう、本当に延泊したのに。そうだよ、延泊してね、ほんと今回、まあ、楽しかったけどね。楽しかった、まあ、それもね、いい思い出って言われたから。そう、これもまあ忘れない思い出になったよね、うん、ネタの一つとして。そうだね、そう、なんか面白い話でラジオとかでもこうやって喋れてやっぱ笑ってくれるし。そうだね、もうね、何回か話したけど、いいハプニング。そうそう、ハプニングは多いから。あの時はね、大変だったけど、あの時はすごい結構ね、ムカついてイライラしたけど、ね、まあ笑い話になるから。そうだね、もう後になればね、もう二度としたくはないけどね。やだやだやだよ、絶対やだ。いやだよ、ね、うん、私帰れると思ったもん、ギリギリまで。みんなちゃんと時間見てね、本当に、はい、でも今回送り迎えの方がいるから。そうだね、大丈夫か、送迎の方が大丈夫。送迎側か、タイはね、送迎側から大丈夫。そう、マレーシアは送迎がないからダメなんだよ ね、できないんだよね、自分たちで。ね、つければいいんだけどね、うん、そう、まあ、つけなきゃいけないね。そうだね、うん、次回ね、もしマレーシア行けたら、うん、行けたら、行けたらね、行きたい、ね、行きたいです、ね、行けたらね、お呼びいただけたら、うん、ね、ちょっとね、気をつけないとね。そうだね、頑張んないと。金土日、はい、31、1日、2日、31で合ってるよ。じゃあ1日、2日、金土日って出て、はい、で、初日は30分ステージ。そう、はい、で、しかもラストですね。そう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 、夜なんでお仕事帰りに来てください、はい、そうですね、うん、で1日2日もステージ午前中だけど、うん、ありますので。そうだね、はい、ね、なんかぜひ。初めてじゃない、3日間連続出るの。初めて、2日間しかやったことない。2日間だけね、いつもあれだもんね、月
着くのギリギリだもんね。なんかいつも金曜日に着いてる気がする。そう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 。そうなんだよね、今回ね、うん、早めにね。そう、去年ゾウ乗ってた。ゾウ乗ってたのね、金曜日ゾウ乗ってたね。金曜日ゾウ乗ってた、早く行ってたんだけど、ゾウに乗ってたりとか、いろいろしたので、うん、今回は今年はね、3日間びっしり。そうですね、ステージあるから、まあ、遊ぶ時間ない、なくライブに宣伝して、はい、うん、そう、やりたいと思うので ね楽しみだね。楽しみ、すごい楽しみ。バイバイ。かわいい浴衣着てる、ね、そうですね。新曲のあの新衣装もね、ちょっと期待し、あーね、そうね、あればね、そ そうですそうだね、すごいかっこいいのでできればいいなと願っております。うん、そうで、なんかちょっとそうだね、新曲もちょっと決め台詞があるから、そうそう、それ見ものだよ、本当に。今までなかった、いい、今までのあの高山真理子、あ、鈴木由美と思ってたらお間違いだからね。そうだぞそうだぞびっくりしちゃうかもしれないよびっくりするかも。どうしよう、みんな嫌いになったね。やだやだ、本音、なんか、なんだ、なんか本音なんじゃないかと思う。本性はあれなんだろうかみたいなだから、そうなんだけどね、小町は精一杯の笑顔でそうだね、やればね、やると、うん、やろう、やりますよね。そう、ちょっとね、今までと違う、ほんとジパングだし、全然違うと思う。あの心をね、もうね、鬼になるんじゃない、奮い立たせないと。でも奮い立つよね。まあ立ちますね、自然となんか上がっていきそう。私もうなんか今でもイライラしてるもん。なら、もうずっとイライラしてんの、あの曲、新曲ができてから。結構ね、あの曲をね、覚えなきゃいけないので、こう聴いてるんですけど、移動中とか。でもやっぱあの結構激しいので、もうこうなっちゃうのね、うん、なんか覚えるよ、体揺れちゃってこうなっちゃうやばいと思って。そうそうそう、あと今までのやっぱいろんなことを思い出して。そうだね、うおーってなる。結構あのうおーとか、うん、私結構悔し泣きタイプなので、ね、泣いちゃったらどうしようと。私もそれある。あ、泣いちゃったらどうしよう。嬉し泣きってあんまりしたことがなくて、うん、悔し泣きしか人生ほとんどなくて、しょっちゅう悔し泣きをいっぱいしてきたので、うん、そう、嬉し泣きしたいんですけど、うん、悔し泣きしかないからなんか歌いながら感情極まってうーってなっちゃいそうで。私もなりそう。ちょっと怖いんだけど。怖い。そう、悲惨な顔になりますね。そう、やばい私すごい顔に出ちゃうのに、うん、そう、なんかそれぐらいね、なんか本当にね、思いの詰まった曲になってる。そうだね、ね、バングの思いです。そう、なんかこれであのいろいろ今までのイメージもなんかこうまた違ったのも見せたいし、うん、そう、あれで盛り上がってほしいし、うん、ね、なんかファンのところが言って、方が言ってくれるところもあったりとかする曲なので、うん、そう、だからね、ぜひね、ちょっと新曲がでも聴けないんだよね、前もってね。そう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 、ジャパンエキスポ前に。まあ動画でもしかしたら全あの日本でライブをしてその映像が流れればっていう感じだね。そうだね、復習はできる。予習、そう、復習、予習、予習だよ、予習か、うん、予習じゃない、予習できるけど、うん、ちょっとわからないです、確実ではない、うん、そう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 、一発目で来ても多分何もできないと。そうだね、忍者状況になるとも何もできないみたいな。あと言葉がわからないからね、難しいかもしれないですね、うん、でもあの忍びの曲は、ヘッドバンをやろうと思ってるので、うん、ぜひね、それはみんなやってほしいね、後ろの方で。やってほしい、ほんと、やりたいって言ってたもんね。そう、言ってたから、そう、それを聞いてやろうと思ったので、うん、今までやってないんだけども、うん、また前回とは違う忍び、ちょっとそうだね、なので、はい、ちょっと一体感のあるライブにしたいと思ってますので、うん、東京小町も変わってるしね。あ、そう、振り付けも変わったよ。赤い切なさも変わってるしね。そう、全部振り付けも赤い切なさはちょっとマレー、あ、ちょっと変わったね、ちょっと変わった、マレーシアよりちょっと変わったので、また、うん、そう、なんかいろいろこう手直しもしてて、そう、はい、また違うダンスになってるから、うん、はい、はい、ぜひね、楽しんで、ね、ね、ぜひ見に来てほしい、応援してくださいって、応援してほしい、会えるの楽しみに、金土日、うん、よろしくお願いします、お願いします。来週お休みなので、あ、さあ、第2月の第1週は私たちお休みなので、うん、あ、そうだ、はい、うん、ジャパンエキスポ中なので、うん、そう、あの代わりの方が、うん、はい、前田さん、はい、208ポケモン芸人、はい、ポケモン芸人さんがね、来るので、はい、ちょっとお休みになりますので、はい、またね、ジャパンエキスポ帰ってきたら思い出話を第3週目にしたいと思います、ね、いい思い出話しよ、今度ね、変なことが起こらないように、ね、起こらないように、ね、絶対起こるね、起こらないことないよ、面白いこといっぱい、はい、ってことで、はい、じゃあゲスト、はい、はい、今日はいるということで、はい、お呼びしたいと思います、お願いします。お願いします、大丈夫ですか、お願いします、こんにちは、お願いします、はい、どうぞ。はい、今日はですね、はい、4月から
千葉テレビさんにて放送しされます、はい、あの世のすべてはお化け組というアニメの主演の方、あ、はい、そうです、はい、ってことで、はい、お願いします。すごい、なんか、はい、キャラが強い、ね、はい、ってことでちょっと自己紹介を、はいはい、お願いします。役柄とお名前を言ってください。はい、わかりました、はい、あの世のすべてはお化け組の、はい、ラクルちゃんっていう吸血鬼の女の子の役をやります。はい、はい、ゆまさんこと坂下ゆまです。どうぞお願いします。ゆまさん、お願いします。お願いします。あのツインテールの女の子だ。そう、そう、ね、見てくれたんですか。ツインテール見てる、見てる、あ、すごい、わー、やった、かわいいね。そう、かわいい。デビル、あ、そう、で、うん、あ、吸血鬼、吸血鬼、吸血鬼ね、なんか20人声優さん、今回お化け組で出演する中で、うんうん、主演ってことで、ね、選ばれた。びっくりですね、選ばれし者。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、はい。じゃあ、なんかちょっとセリフとか、うん、はい、なんかちょっとその役柄でなんかあるということなので、はい、なんか まだあの、うん、台本とかもらってないんですけど、うん、あのオーディションの時にセリフ、はい、言ったセリフがなんかなんとなくちょっと覚えてるので、それを失礼します。はい、はい、ね、泣く子も黙る吸血鬼、我が名はラクルド・ブランパイア五世様なのだ。おー、なんかイメージ湧いてきた。おー、どうでしょう、ありがとうございますね。え、CM とかね、いっぱい出てくるんですもんね、うん、セリフも多いですもん ね楽しみ、ね、これからね、またトラなんかアフレコ、はい、んですもん ね、 そうです ね、 ね、楽しみ。普段どんな活動してるんですか。普段はなんか私、人の笑顔がすごい大好きで、そのみんなの楽しい雰囲気がすごいもう好きだから、うんうん、もうそのお顔を見たくってあの楽しい役者さんを目指して、まだ駆け出しなんですけど、うん、あの歌ったりおしゃべりをしたりしています。はい、じゃあなんかこう舞台とか、はい、舞台やったりとか、そうです、で声優さんも今回初めてなので、はい、これを機にっていうか、もうどん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 ここからどん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 もう、うん、クオリティを高 く、 高く自分を高めていきたいと思っています。うんうん、はい、もともとその声なんですか。あ、そうです、そうです、すごい ね珍しい、なんか、うん、でも声優さん初めてなんですね。あ、そうなんです、ちょっとまだ上京してきたばっかりなので。出身どこなんですか。出身いいですか、言っても。どうぞ。岐阜です。岐阜、岐阜県、岐阜県、はい、お山です。お山の岐阜県。お山の岐阜県、どこら辺だっけ。と関東、はい、全然関東に岐阜はない。ないから、はい、まさかの発言。ちょっと爆発言が出る。どこの近くでしたっけ。中部で、愛知県の上です。はい、日本の真ん中です。うどんそれは、うどんより香川だ。それは香川だよ。香川、すごい。香川は宅急便だよ。全国回ってっちゃう。すみません、申し訳ない。いいね、楽しいですね。ダメだ、もうみんなで全国回ってる。今日はあったかいからさ。のほほっとしちゃう。それ香川だから。それ香川です、ね、香川って県もない。なんですね。はい、そうです。で、上京して、最近上京したってことですか。あ、去年か一昨年か、去年か一昨年です。去年か一昨年。はい、1年ある。そうですね。でもすごい、じゃ声優初挑戦って声優さんみたいな声してますけど、うんうん、あ、なん私保育園で働いてて、そうなんです。それでずっと絵本とかは読んでたので。あ、上手そう。ギフの方で。あ、そうです、そうです。はい、上手そう。確かに、うん、その絵本の、はい、出てくるキャラクターによって声変えたりとか。そうなんです、変えてて。すごい。なんかみんなは、うん、子供たちはそのキャラクターの声なんて知らないのに、似てるって言われたことあって、うん、まあ、それ嬉しかったです。はい、嬉しかったです。でもすごいなんか笑顔だし、そうそう、なんか子供たちいつも笑顔。子供たち寄ってきそう、うん、怒ったりとかないんですか。あ、でもその時はもう真剣に、真剣に、ちょっとなるべく低い声で目を見て、うん、ゆっくりとこう喋、うん、るって感じ。あ、言い聞かせる。言い聞かせる系です。へー、なんか想像つかないね。怒ってるのね、いつも笑顔なんで、うん、そうですね、結構舐められポジションです。舐められだからやっぱ絵本とか読んでるから、うん、やっぱこういう声優さんの仕事に行かせた、ね、だろうな、ね、きっと。絶対そうだと思う、ね、すごい。人によって変えるとかさ、うん、ね、なかなか何通りもこうやって難しいじゃん、うん、あ、そうですね。それをやっぱり自然とこうずっとやってて鍛えられたっていうのは、ね、しかもそれもさ、なんか喜んでもらいたいって気持ちでやってきてるわけじゃん、ずっと、うんうん、それが伝わりそうだよね。あ、すごい、なんか嬉しいこと言ってもらった、うん、すごい、ありがとうございます。なんかね、うん、
舞台ではどんな役やったんですか？舞台は、私インプロっていうのをやってて、ちょっとだけインプロ、なんか即興劇。あー、即興劇、はい、そんなのあるんですか？はい、ちょっとちゃんとしたルールのある即興劇みたいなやつで。即興、はい、すごい大変そう、はい、でもすごい楽しいんです、それは。楽しそう、はい、面白いです。なんかでもなんかこう、なんか怖い役とかじゃなくて、うん、でもほんとなんか可愛いキャラクターみたいな感じの役、うん、役っていうか、なんかぴったり、うんうん、あ、ですかね、うんうんはい、ありがとうございます。ちょっとなんか怒ってるのも聞いてみたいけども、そうだね、うん、いろいろ、ね、やってみたいですよね、いろんな声をね、はい、すごい。でも初めての声優さんでね、はい、千葉テレビの地上波って、はい、ね、嬉しい、ね、嬉しい、やったね、ね、かなりね、あのすごい競争率も高くてね、家族にも報告しないとですね。ね、そうですね。岐阜県の保育園、保育園のみんなにも、ね、そうですね。ね、見れないけど、それをあの紙芝居にしちゃうとか、出たやつをね、あ、出たやつを作って自分で、うん、これやりました。ね、でもすごいことですからね。それからもう地方からしたらやっぱり東京で出てきて、声優さんで、はい、関東の放送の出るっていうのは、あ、そうですよね、すごいことだと思うので、はい、なんかみんな応援してくださってるので、ね、温かいですよね、地方の方ってね、本当にね、なんか東京が冷たいんですよ。東京もね、楽しいし明るいし、はい、優しい人もいっぱいです。慣れましたか？東京慣れました？はい、慣れました。慣れた、うん、あ、多分何が一番大変でした最初？なんかやっぱこういうと、うん、あの渋谷とかはもう音と情報がすごくて、うん、もう常にちょっと耳栓とかして過ごしてます、うん、こういうところ。うるさい。そうなんです。なんかもう混乱しちゃって、人も多いしね、はい、私電車が分からなくて、同じ線路に何個も来たりとかするじゃん、それが信じられなくて、はい、覚えられなくて、あのアプリとかもないし、時刻表持ち歩いてたの、電車の。え、はい、かわいい。1時間に1本しかないので、乗り遅れてもすみませんって待ってくれるし、そう、待って、遅れたらもう終わっちゃうもんね、終わります、1時間、そう、すごい、とかちょっと待ってくれたりとか、だから時刻表がないとダメで、あのアプリとかも持ってなくて、こんな便利なのがあるのっていう、うんうん、多分使ってる人あんまいないと思う、地方は。あ、電車も少なくて、すごい宮崎なので、すごい田舎なので、宮崎、そうで、東京来た時になんかこう水色の電車、京浜東北線って書いてじゃないと分かんないもんね。分かんない、緑が山手線みたいなね、そう、分かんなくて、で何回も山手線逆に乗った経験もあるし、一向に使わないなとか一周してたりとか、うん、内回りと外回りで、未だにある、本当に分かんなくて、あるある、いや、これは難しくて無理だよって思って、難しいよね。そうだからね、ちょっと大変だね、東京でね、東京住んでる人も迷子になるから、なるなるなる、そうなんですか、これは地方はびっくりしちゃう、もう本当に、うん、ね、もうすごいスクランブル交差点でもうわーって感じだから、あれね、どうやって通り抜けてんだろう ね、なんかよく考えると、そうそう、すごいことだよ ね、今外国の方もすごい多いけどさ、ね、記念撮影とかしてね、名所みたいになってるね、何か、あ、まだあれだな、告知って何かありますか？告知は、じゃあちょっとツイッターフォローとかがでもよければいいですか？はい、お名前ゆまさんで検索いたしていただいて、アットマークの後が MATOBE マトペ、マトペ、マトペ、マトペってローマ字で書いてから、あの YUM YUM です。はい、はい、お願いします。です、ツイッターです、はい、告知とかするかもしれないので、ね、これから、はい、4月、はい、あ、そうです、春に向けて、今何、1月か、うん、もうちょっとだね、あと3ヶ月後、うんうん、3ヶ月後、あ、どうなるんだろう。第1回目をね、1期生が、1期生がいるんですよ、うん、え、どういうことですか？うちのメンバー、我が小動物愛護委員会の声優をやってました。なるほど、あ、見ました、ちゃん動画を見ました。そう、そう、そう、え、で、こっちに来たんですか？うん、もともとこっちに行って、そう、ジパングに行って、ジパングから受けて、オーディション、そうなんですよ、そうで、やった子がいるので、すごい、大先輩、何でも聞いたら、ダメ、ダメ、何でも聞いてください。アフレコのやり方とかも、そう、多分一発撮りわかんないけど、なんか、ね、まあ、我が賞はね、全部一発撮りだったから、そう、まあでもね、うまいので、うん、多分、うん、きっと大丈夫だと思います。大丈夫であります、はい、よ、はい、はい、これからね、はい、またいろいろね、多分メディアとかこういうラジオも、ね、お会いすることもあると思うので、はい、その時はまたよろしくお願いします。はい、またお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとう、坂下ゆまさんでした。はい、ありがとうございました。光よ空待って
はい、こんにちは。レイタードラムのジュンとボーカルの香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハローはい、今日もコメントからいきたいと思います。はい、じゃんじゃんいっちゃって。ツイッターネームエリコ尾崎さん、正解嬉しくねー。こんな嬉しくない正解があるのかエリコさんに失礼じゃないですか大丈夫、これぐらいでいいのよ、うん、大丈夫、うん、大丈夫。はい、エリック大崎さん、いつもありがとうございます。こんにちは、エリックです。はい、突然ですが結婚します。誰がエリックさんからでしょいや、エリックさんが結婚するとは非常に考えがたい僕の弟がほらね、そうだな。うん、でもよかったじゃん、弟が結婚できる、うん、ということはエリックさんも結婚できる可能性はあるということ。そう、うちも僕弟で僕結婚してますが、うん、兄まだ結婚してないですよ。お兄ちゃんはさ、そんなまだ願望ないでしょ、なんか言うてあ、そうか、エリックさんは願望あって頑張ってるんですもんね。そう、エリックさんどうすか兆しは兆しはどうなんだろうね、うん、あ、ごめん、最後まで読むね。先に生まれた兄としては少し複雑ですが、うん、応援したいと思っています。お、いいじゃん。お二人が両親や身内に結婚を報告したときはどんな反応をしましたか。面白いエピソードがあればよろしくお願いします。ということで、思い出せない。お、面白いエピソードって最初にハードル上げられちゃうと言いにくいよ ね。なんかエピソードあります。結婚を報告したときに親に。まあでも、うん、売れ残りの方なんで、私その31、2で結婚したわけじゃん。まだまだ 30代の女性、今まだまだ売れ残りじゃないじゃないですか。あ、ね、地元だと田舎だとすごいやっぱね、うん、あの子なんか問題あるんじゃないかっていう風に見られるのよ。特におばちゃんから、近所のおばちゃんからとか。あ、そう、かおりちゃんってまだまだ結婚しないけど、まあでも音楽やってるもんねっていう、この裏側ではなんかあるんじゃないっていう、はい、感じで見られるのよ。だから東京とかね、都会の方ではやっぱ30代で独身な方とか全然いるんだけど、はい、全然平気ですよ。うん、だからもう子供も早く産まないとやばいよって言われてるもん。もうやばいよって、うん、さ、そう、ふと思ったんですが、今この質問を投げかけられて思ったんだけど、結婚するって言った時にさ、身内からバンドどうすんのって言われた？言われました？あ、なんかもうね、うん、うん、言われてないけど、辞めるもんだと思われたっぽい。そっか、あ、もうこれで晴れてもう東京には行かんくなるねみたいな。あ、そういう意味でね、うん、あ、そういう風に思ってたって言われたんですか。結婚してやっぱ家庭に入ったら、うんうん、そういうお遊びはしないもんらしいですよ一応真剣にやってますけどねそうやね。僕もその件に関しては触れられなかったんですよ、うん、結婚します、うん、って言って、今思い返せばバンド活動とか一切触れられなかった。なんか結婚する前までは自分自身がね、結婚したらバンド活動どうなるんだろうって自分自身は多少思った部分もあるけど、うん、なんか身内からは言われると思ってたんだけど、うん、言われませんでしたね、そういえば。でもさ、純ちゃんはさ、割となんか、はい、あれもしたいこれもしたいで、結構本当に限界までやるタイプじゃない。はい、だからみんな言わなくても聞かなくてもこの人は飽きるまでやるだろうなって思われてんじゃない。そうですか、うん、だってやめる気ないですよ。活動頻度はあるとしてね、うんうんうん、うん、そうだね、うん、まあね、はい、はい、そう不満な、うん、ねえ、だからエリックさんも多分今趣味とかあるかな。
聞いたことないけど、あるやん、なんだっけ、なんかでもいろいろ言ってるよね、エリックさんね、うん、どこどこの、あ、なんかお茶の審査員とか、うん、そう、お茶の審査員になりました、あったね、うん、だからさ、エリックさんさ、結婚願望ありたい、あの彼女欲しい、結婚願望はあるんですか、そういえば。バリバリあるよ、この人、ガンガン、うん、あの彼女欲しいとは、あのよくメッセージをいただいておりますが、うん、結婚したい願望あるのかな、もしあったとしたら、今いろいろ多趣味だと思いますが、もしかしたらできなくなるかもしれないじゃないですか。それでもエリックさん結婚取るかな。あ、趣味が、はい、あ、結婚取るら、エリックさんに限らず世の男性陣、女性もそうだよね。あ、うん、例えばうちらだったら、じゃあ結婚してもいいけど、その代わり今やってるバンド、うん、音楽は一切やめてって、ね、うん、結婚しない。僕もその派です。うん、なんでお前に合わせにはいかんのかと。あ、俺も、うん、あ、偶然に、あの、久々に一致しましたね。いや、でもみんなそうじゃない、そんな言いなりになって生活したってね、え、はい、なんか支配されてるみたいじゃん、楽しくないでしょ、はい、僕もその派だったんですが、すごい理解のある人というか、むしろバンド続けてほしいって言われてて、あの、自由にやらさせてもらってるんですよ今、うんうん、そういう方と会えればいいですけどね。そうですね、うん、そうしてください。だってダメって言われたらさ、こっちもさ、うん、じゃああんたの趣味やめてよってさ、うん、言うしかなくなるじゃんね。え、例えばなんですか。スロットやめてよって、じゃあ私のうちの場合だったらなんかギャンブルやめてよって言うしかないじゃん、はい、で、お互いに我慢するじゃん、はい、で、全然楽しくないまま家で引きこもるしかないよ、こうやって、はい、何も楽しくないよね、それ、はい、ね、なのでお互いにもうどっかもうペー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 行った方がいいのよ。ねえ、そう、うちもあんまり干渉しないんですよ、お互いどこも行っても、ね、いいですよ、うん、結局は楽しい楽しい、そうそう、うん、まあ、ね、子供ができたらとかは分かんないけど、うん、まあ、子供が私できても極力どっか行きたいですけどね。子供ができても、自由にやってますよ。あ、僕、去年年末に子供無事生まれました。おめでとう。おぎゃー。そう、無事に年末26日の予定だったんですが、20日に、あの、早々と自ら出てきましたね。でもよかったね、26日じゃなくて、うち親父26日だから、うん、26日に生まれてたらハゲてたから。ほんと、うん、それハゲてたよね。コウジさん見てないのを祈るよ。見てないかな、多分。フークちゃん見てんのかな。フークちゃんは見てると思う。あ、ギャンブルって言っちゃったけどね。まあ言わせたんだけどね。君が、うん、そう、20日に無事男の子が生まれまして、はい、おめでとう。はい、男の子だからもう今からつばつけといていいかな。ダメですね。あ、そう、あ、そう、うん、いいですよ、子供は。一曲曲挟みますか。はい、ごめん、喋りすぎた。すいません、はい、では聴いてください。レイターで群青。変わっていくものも一度だって当たり前なんて思ってなかったよ。
はい、お聴きいただいているのはレイターで群青でございます、はい、ファーストアルバムに入ってますので、チェックしていただけていただけたら嬉しいです。 YouTube にもね、ぜひ載ってるので、はい、見てみてください。あの時間来てしまったんですがエリックさん、追加来ましたんで急いで読みます。結婚願望はバリあります。バリさんなのにバリさん。趣味の制限は多少仕方ないですが、毎日の、紅茶と週末の晩酌は認めてほしい。じゅんさんおめでとう。ありがとう。はい、これは、次回、膨らましますので。いや、膨らまさせていいよ、別にもうエリックさんのはエリックさんにもう植民地されてるからね、今ということで、時間来てしまいました。はい、また、次回ですね、同じ時間に会えればと思います。次、水川さんのコーナー続きますんで、はい、ペイペイ、ぜひぜひ最後までお聞きください。ペイペイそう、ペイペイ、それも次ようね。はい、ということでレイターこの辺で、せーの、バイバイ、バイバイ。水川みなみの言ってみーな。今回すごいね、いきなり今日ゲストが2人増えるというところがまず最初からぶっ飛んでるんですけど、今回ちょっとねラジオ初体験の方がいらっしゃるって言ってて、今日かっこいいイケメンが2人目の前にいるんですけれども、らしいんですけど、ちょっとこの2人イケメンさん、ちょっと自己紹介お願いしていいですか。じゃあ僕から、はい、畑光大と申します。おあ、こっちか。最近目覚ましテレビでしたっけ。あ、そうですね、特集されてましたよね。はい、昨年の、9月にタイで行われたミスターグローバルの日本代表として、はいはいはい、出させていただきまして、その際にちょっと、はい、頑張られましたね、すごい謙虚な方なんです ね、かっこいいだけではなくて素晴らしいです。じゃあちょっとお隣の、お隣のもう一人のエキゾチックな、こんにちは。こんにちは。横浜生まれ団地育ちの藤田です。お願いします。おっ、普段は、ね、モデルさんとかされてるんですか。普段は、僕も畑くんも、一緒でミスターコンテストというものに、はい、出てまして、はい、普段は運送業の経営と、あとモデルの方もやってます。おー、いろいろマルチに。写真をチェック、インスタとか私いつも見てるんですけど、根性論をやられてて、あ、
根性知ってます、知ってます、はい、チェックしてます、チェックしてます、はい、根性論のファンしてます、してます。今日は根性論のファンが4人も、あ、じゃあ今日もね、うん、一言、今日の一言お願いしたいんですけど、メモしたの根性論リストが今携帯にいつもじゃあメモってそれをアップしていってるんですね。そうでございます。え、じゃあ本日の根性論、はい、現状が苦しくても上を向け、おっす。経営者らしい一言でした、ね、まあ、現状刺さりました ね、 ね、今苦しいんですか。やっぱ人間、まあ、そうなんです、いい時もあれば悪い時もある、あから、ね、まあ、苦しい時があっても上を向いていようと思う一言です。イケメンなのに中身もね、しっかりして根性もしっかり一応してらっしゃるみたいで、ね、お二人ともね、会社を経営されてるんですよ ね、 ね、はい、ね、一応ね、すごいですね、ね、それとあの畑さんの方は今減量されているということなんですが、どうして減量されているんでしょうかね。あ、ですね、いや、もともとちょっと太りやすいんで僕、あのちょっとあのね、そうなんですか、はい、なんですけど、その2月の11日に、はい、松屋銀座さんの6階下着売り場で、メンズの下着ショーを、すごいですね、させていただくことになりました、ありがたいことに、あのデパートでパンツ一丁の件ですよね。そうですね、でも貢献してるじゃんですよね。、はい、合法であのデパートの中でパンツ一丁になるっていう、はい、合法ですね、完全に。なんかちょっと運営の方から聞くところによると、初の試みだそうで、男性の下着ショーをするのが、あれ、はい、なるほど、下着と水着でっていう、はい、歩くですね。なんかあれって油とか塗るんですか。油オイル、オイル、あ、オイル、あ、油、油、どうですかね。サラダ油出てきちゃうの。いや、僕は塗らない方向でいこうかなと思うんですけど、塗った方がいいですかね、逆に。いや、塗らない方がいいんじゃないですかね。油でしょ。油藤田さんだったら塗りますか。今日は2人のビジョンも今日ね、こんにちは。確か横浜ですよね。横浜です。川崎。横浜。あれ全員横浜じゃないですか。え、まみちゃんも。川崎です。ああ、うん、そうなんだ。すごい、ここ神奈川メンバー、ね、ですね。すごい。怖い。怖い。なんか私たちのね、なんかそう。グループでやっぱなんか横浜神奈川出身のちょっとヤンキーっぽい人が多いって聞いてて、怖いって、あの総長が言ってました。総長。いや、みなみちゃん裏番長なんで。いや、怖い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 。ねえ、ちょっとなんか今このビジョンに聞きたいことありますか。あ、そうですね、私今日2回目なんですよ ね、 そうですね、お会いするのがね、2度目まして、初めてお会いしてて、そのどのミスの大会に出られてたか教えてもらってもいいですか、ね、はい、昨年の、4月末にミスグラムワールドインドで開催されたミスコンに出ました。あ、そうなんですか、インドに行ってきた、私と一緒なの、そのインドの変なとこ、変なとこですね、そのデリーとかインドが三角なんだけど、一番下のケララってとこで、コーチンっていう、どんな、何かすごい、すごく楽しかったこととか、なんかすごい大変だったこととか聞きたい、もう 何不自由なく、ほとんどそのビラに泊まったんですけど、ビラから出ることなかったって、監禁されてました。そう、監禁されてたの、インド危ないから、で、そこで一回ショッピングモールに出て、なんかそこでめっちゃマッチョがブワーって出てる。で、え、何って思ったら、ボディーガードを選べみたいな、うんうん、みたいな、選べる、すげえ、とりあえずフレンドリーなマッチョを2人選んで。まあ女性は危ないですもんね、インドとかね、セキュリティが厳しかったので、安全でしたね、でも。そうなんですね、前回出てったの思ってるのがもう嫌で、出てったら、みなみちゃん、ボディ
カード増えたの。まあそうなんですよ。多分南ちゃんだけ増えてますね、ボディーガード。ボディーガード。外に出ないように見張られてたんです。危ないから。そう。治安悪いんだね。そんな悪くないよ。まあでも普通に写真撮ったりとか、うん、触ろうとしてきたりとか。でまあ文化の違いで。近づきたいって好奇心がすごくて、でセキュリティ SP がストップみたいな。ガッタージストップ。ノーフラッシュ。だって一人とかになったら誘拐されるかもしれないですもんね。そうとかなんか売られちゃったりとか。でもそうですか。でもその話もされましたよ。その話もされて、ね、本当悪いことはなりますけど、シャブ付けされて売られちゃうから一人になるなって言われました。行く前にそれ言われて怖い、ね、びっくりしながら、まあ、僕タイで男性に触られまくりましたけどね。タイで。ね、男性の方にモテる顔と体されてるから、うん、そう、なんかFacebookの男性の方が増えてなんかね、ちょっとゲイが、そうなんですよ、そうなんですよ、ミスターグローバルに出させてもらう前、出させてもらって現地にいる間にFacebook の友達の申請が4500人来て、ほぼ男性っていう、そうなんですね、ゲイスブック、それはメールとかなんて来るんですか。ハートモークとか来るんですか。もうそうそう、アイラブユーとか、どうにかお前と会えないのかみたいなのを、片言の日本語で送られてきたりすごい。するんですよ。電話とかかかってきたりしないですか、無料電話。あ、来る来る、電話来ますね、来ますね、しかもしつこい、しつこい、朝のパッとかになるの。そう、来ますね。誰やねんと思って。それは女性からですか、男性から。いや、男性。ミスターはね、男性からしかね、そこの人に好かれるんですね。さっきもね、歩いてる外人の人がやったら富士坊のこと見てるな。ああ。ずっとね、こっちで手術してまた戻ってきたの。解明、解明ですね。ね、ゲイスブック。ジェイさんもそろそろ人妻カレーとかやるんですよ。そうなんです。ちょっとですね、去年の新年会で飲んで話してた、まあ、ギャグの話がこう実現化をするんですけれども、人妻カレー、どんなカレーなんですか。なんかね、男性がお客さんで、そうなんです。結婚感を聞くらしいんです。結婚感だけではなくて、いろいろ質問をね、3つぐらいこう私からしてですね、今回ちょっとオーナーさんから言われたのは、お客さんはこう男性限定でお願いしますってこと。はい、じゃあ私です。うわぁ、それで、やばいなって回答したやつにスパイスだったんですよ。そうなんですよ。オリジナルカレーは作っていて、ダメだって思っ、私がダメだと思ったら、私を喜ばせる回答をしなかったら、辛いスパイスを入れる。すごい。すごい。なんかこのカレーはどうですかとか一つね言うと聞くので、皆さんに質問するので、どれだけこう私が喜ぶ回答をしてくれるかっていうのから審査は始まってます。ド M な人がたくさん来そう。ド M な感じの人、ぜひね、人妻カレーもと、あと3時のショー、2月28日、はい、でもうすぐエンディングなんですけど、エンディングをやっぱりラジオ初体験の富士坊さんに締めてもらおうと思います。よっ、どんな風に締めてほしいですか。どんな風に、あ、かっこよく立って締めてもらいたいですね。立って締めて、 YouTube 見てる人あれですね、 YouTube ここがカメラなんで映らない。それが、はい、じゃあお願いします。エンディング曲はレイターさんで風船かぶだじゃん。それでも流れる僕もその中の人